それでは第2部の質問タイムです。三上編集長とみーこに届いた質問に答えていきたいと思います。それでは一つ目からいきましょうか。はい、はい、これです。三上編集長みーこさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。久しぶりに参加です。おー、ありがとうございます。令和元年の編集長のお誕生日のムーチューブに参加できてよかったです。先日おめでとうございます。9日だけどね9月9日だけど来週だけどねそうですね。で、先日某ムーミンクラブに不思議な写真を提供させていただきましたが、ありがとうございます。友人に見せたところ、これは生き霊だねと言われました。写真に写る生き霊と死霊の見分け方ってありますか？友人曰く生き霊はくっきり写るらしいです。ナマズ本舗さん。なるほどね、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、ムーミンクラブ略称 MIB、 そうついに始まりましたね。始まりました ね、 ぜひ幽霊部員としてね、登録していただければと思うんですが、うんうん、それに、まあ、関連して Facebook でね、そのムーミンクラブファンサイトみたいなコミュニティをちょっと ね、はい、立ち上げましたんで、そこにこうまだまあ幽霊部員になってない方も含めてね、まあ、ご投稿いただければということで設置したんですけど、めっちゃいっぱい書き込みしてくださってるんですよ ね、 ネタがすごいなっていうのね。すごいすごい、多岐にわたるオカルト情報が、ね、中でもね、はい、この心霊写真すごいですね、はい、Facebook のご覧になっている方はぜひチェックしていただければと思うんですけども、荒はばきの神様についてのお話が面白かったです。秋葉原と荒はばきが似ているのは驚きました。私もです。秋葉原の、神田にある神田明神の末社にある江戸神社が江戸最古の神社であり、荒はばき神が祀られていると、和田家文書に書いてあるようですが、三上編集長どう思われますでしょうかってね、いるんだよね、こういうね、すごいマニアというかオタクのね、マニアがいますね、まあ、この方も ね毎回のようにね、ムーチューブ来ていただいて、ね、はい、ことあるごとに津軽相談口やってくれっていう、ね、あ、そうだったんですね、偽証だって言ってもね、いや違う、いや本物だ、いや違うって言ってね、わ、はいはい、まあ、かりましたというところで今回もね取材してですね、その辺のところをね、やりました。熱い思いでムーは動くんですね。いやもちろんねまあ確かにしばらくやってなかったらテーマとしてね、まあただ最近もずっと偽証だ偽証だって、うん、あまりにも言うからね、うん、ちょっとねそこはねムーも一肌脱がないそうですかんかなということもあるんですけども、うん、ロマンですから。ただ荒はばきに関しては実際あるので、うん、はい、神社に祀られていて、うん、それも一つや二つではなく、うん、でこれ埋没してるっていうところがねまた民族学的にね面白いというかね、その違う祭神になっちゃったりとか、その神社の名前がこうね変えられたりとか、うん、でも丹念に調べていくとね関東でも結構あるんだよね。長野の安住族も荒はばきや水の神様と関係がありますでしょうか、よろしくお願いします。大人気ですね荒はばきさん、ね、安住のっていうのは基本的に安住族っていうかね、海の海人族なんでね。あ、そうなんですね。だから安住族の例えば拠点なんかっていうと九州の、はい、ね、金が見つかった鹿の島、はい、鹿島、うんうん、あそこなんかはもうまさに安住族の拠点だったりとかね。長野って海ないんです。そこだよ、そこだよ、そう、そこ気になりました今、パウロね、はい、安住のなんでね、うん、山奥にね安住族がいるの。三上編集長みこちゃんこんばんは。こんばんは。何ヶ月ぶりかに参加することができました、ありがとうございます。今月末に沖縄にぼーっとしに行くのですが、ムーミンならここに行っておいた方が良いというスポットがあれば教えてください。本島だけで島には行きません。ムルパさんより。あ、でもあれじゃないですか、やっぱりグスクとかね、ウタキとか、はいはい、まあ本当のね本来はね、うん、そのよそ者って言ったらあれだけど、そのね、はい、地元の人じゃない人がその歌詞とかにねこう参るっていうのも、まあ、やっぱり地元の人と一緒にとか ね、うん、ちゃんとしたしきたりを守ってはいけなきゃいけないとか入っちゃいけないとかあるんだけど、うんうん、やっぱり聖地がありますからね、はい、ぜひそういうふうなまあ観光地にもなってるんで、まあそういう意味じゃそのセーファーオタキとかね、うん、あそこはなかなかいいですよね。そうですね、外せないですねあそこは。あそこから見るね、はい、久高島とかね、うん、いいです。あとガイドさんつけるとすごく丁寧に
教えてくださるので、ガイドさん付きがいいと思います。おすすめです。はい、次、腎臓地震のお話がありましたが、人工台風というものもあるんでしょうか。ネットで某国の人工台風が貿易戦争をしている国の潜水艦海底基地を破壊したという噂がありましたが、そのようなことは可能なんでしょうか。優子さんよりいただきました。どうですかね、今の技術で。だからいわゆるその台風っていうのは、ね、熱帯低気圧でしょ、うん、基本的に海水温が高くないといけないし、うんうん、まあ、海水温を熱するっていうことはできるかもしれないけど、維持していくっていうのはどうなのね。あ、まあ、その温かいってことは周りは冷たいってことだよね。そっかそっか、単にこうこのなんかその温度差がある種のその、ま、ね、はい、その上昇気流っていうかを作り出すんですね。低気圧を生むんであって、のんきの子仮名、はい、ありがとうございます。クヌ国と北関東一帯にあったケノ国は今日の羽ばらき等の関係はありますか。何言ってるかよくわかんねえな書いてあるよ、ほら、クヌ、ほら、クヌ国とクヌ国とケノ国は今日の羽ばらき、あ、案が抜けた、あらら、羽ばらきって、うん、はい、です。まあ、クヌ国ってありますけども、あの一般にはクナ国って読むよね、クナ国。あ、はい、でいわゆるその九州が、九州にあの邪馬台国があるっていう説で言うと、邪馬台国の南にクナ国があると、はい、だからそのクナ、クマっていう音からすると、そのクマソナがクナ国ではないのみたいな言い方をする、そういう説は確かにあるんだけども、はい、まあ、それが荒はばきかというと、まさにね、今回の津軽外側主の話になってくるんだけど、してきますね。した読み、ま、あ、忘れてました、という話よりもよりもって書いてありました。どうでもよかったんですね今のところね、すいませんよりも、新海誠監督はスペシャルゲストでムーチューブには出ないのでしょうか、ぜひお願いしますって書いてありました忙しいからねあ、もう忙しくて、だから今回もあれ本当にね、公開直前でしょ、うん、あれ、うん、完成して1週間前、はい、だから本来はもう1週間前、2週間前にはもうね、映画ができてて、その公開直前に、はい、まあ、いろんな取材を受けて、こんな映画ってね、うんうんうん、あるはずだったのに、もうそれもできなくてっていう、ね、とギリギリだったみたいです ね、落ち着いたらぜひお願いしたいです ね、まあ、ね、大っぴらにやるとね、いろいろあるかもしれないけど、お忍びで、そうそうそう、先生ね、あの先生、監督ね、そう、あの待ってます。はい、お忍び、もういつもウィルコムですもんね。そうそうそう、はい、お待ちしております、よろしくお願いします。初めて来ました、面白かったです。お、嬉しい、ありがとうございます。ノストラダムスの大予言が子供の時に好きだったのですが、世間的には外れたということで正しいでしょうか。あと月は何者かの人工物という説もありますが、本当でしょうか。本当です、はい、本当よ、本当、はい、ねえ、まあ、ノストラダムスの予言、この間もね、あの8月にありましたけどね、20周年ということね、はい、外れてないですよね、はい、1999、7の月、空から恐怖の大王が降りてくる。アングルモアの大王を復活させるためにその前後、火星は幸福の名のもとに統治するであろうなんてね、はい、なんだよ恐怖の大王ってよ、アングルモアってなんだよってね、だからあくまでもいろんな解釈があるということで、無的な内容に詳しくないのですが、これは見るべき場所とか、建造物などありますかって。建造物、さっきのやっぱりこの先生、並木先生の本を、あ、そうです ね、結構ねありますね、うん、もうよ、もう、まあ、この中にも所蔵されて、あの収蔵されてますけれども、はい、あの意外なこのオーパーツというかね、そうですね、日本にもね、やっぱりこういうオーパーツっぽいものがあるんでね、はい、で実際に取材してね、これのすごいなとは思ったのが、聖徳太子の地球儀。三上さん、みーこさん、こんばんは、こんばんは。青森の川にクロマグロ沿岸にイルカ漂着など、青森で何が起きてるんでしょうか。くずもちこさん、ね、合ってるよね、はい、すごいよね、マグロが川にっていう遡上してましたよ。あれ取っていいんですかね。取ってまあ漁業権ってあるからね、川には
川も一応 ね、その川もありますよ、あの、はい、あのね、釣りやるときに競輪釣りなんかね、ちゃんとした買ってからね、権利買ってからやりますから、ね、マグロ、ね、めったにないんじゃないですか。いや、聞いたことない、ね、聞いたことない、はあ、だってこうね、深さもあれだろうけどね、うん、でもね、よくね、イルカがね迷い込んだとかね、イルカがね、はい、あの浜に上がったとかね、うん、なんか方向感覚を失ってみたいなことは言われたりするんで、わかんないよ、なんで今青森何が起きてるんでしょうね。皆さんどうもありがとうございました、ちょっとお答えできなかったものもございましたけれども、次回10月の4日また開催しますので、ぜひまた、遊びに来ていただければと思います。こちらの紙はですね、すべて今からプレゼントコーナーに使えますのでご安心ください。というわけでプレゼントに移らせていただきます。シャッフルだね、はい、アンケート、これ毎回シャッフルしてるんだけど当たる人が当たるんだよね。あ、なになになに、編集長お誕生日おめでとうございます。あ、清家なこれはこれはこれ何ですか、中華系、これ開くんじゃないですか、これここから、はい、あちょ、あ、2段目に入ってますね。じゃあちょっと取り出します。あ、握り寿司おめでとうございます。握り寿司ケーキだそうです。ケーキなの、握り寿司じゃないの、はい、握り寿司ケーキ、ちょっと開けちゃいましょうか。ああ こんなのあるんですね。うわ、ちょっとマグロ、ほらすごいなこれ、大間のマグロ入ってますよ、大間の、いやえ、ケーキなの、ケーキなの、ほんとシャリは何、なんか複雑な思いなんだけど、なかなか、そうですね、複雑な思いで、うん、あの気持ちをね、はい、じゃあお持ちいただいて、本当にありがとうございます。ビールに合うんじゃないですか。握り寿司ケーキです。はい、おめでとうございます。これよくできてるな、ね、イクラとかやっぱり腎臓イクラとかあるんですかね。え、イクラもこれ違うの、違うんじゃないですか、だってね、ゼリー、ホワイトチョコにイクラ乗ってたら嫌じゃないですか。おお。すごいな、いや、ありがとうございます。はい、ぜひ食べてください。はい、ありがとうございました。はい、というわけでプレゼントのコーナーに行きます。今回はね、1,2,3,4,5,6,7,8 8名様お楽しみに。まずはこちらです。あの世の命、この世の命、こちらの本です。オーラメンタリストミキさんの、はい、もう初めての著作ですね。はい、はい、こちら、じゃあ一番上の方、はい、次こちらです。天皇の秘義と筆子、むちゃん先生、うん、本です、ね、じゃあ続きまして、はい、はい、竹内文書の謎、じゃあ次からどんどんレア化していきますよ。こちら、コスモアイル白衣の袋に入ってはいるんですけれども、三上編集長がロズウェルから買ってきた、はい、ペンダント、これ中の手に入らないですよね。そう、これしかも手作り感満載の陶器、そうです、すごい、なぜ作ったんだろう。一番下から5番目の方にします。とうとう行こうかな、これ、こちら出た、チヨチヨパワーシール、これだってもう入手できないですからね、絶対入手、誰がどう見ても単なるキティちゃんのシールだけどね。でもね、違うからね、これ何にでも効くんですもんね、すごいです、これ貼られてたらもう終わって、うん、どうしよう、やばいですよ、やばい、これやばいですね。さあ、そして、宇宙チヨチヨシリーズのついでに、私この間佐賀に帰りまして、はい、宇宙人大好きな佐賀県有明かえさんの海苔、あ、これね、おいしい、おいしい、今年あれでしょ、なんか海苔不作なんでしょ。そうなんですよ、うん、しかもちょっといろいろ水害などもありまして、ね、これから高値になるかもしれない宇宙人も大好きな海苔でございます。塩海苔、塩海苔、おいしいですよ、塩海苔すぐ食べられる、あの味付け海苔じゃなくて塩海苔、そう、うん、塩海苔美味しいですよね。はい、並木先生も、並木先生も、はい、太鼓判、太鼓判の海苔。さあ、あと2名になりましたよ。こちら、これ超豪華、超ムーの世界 R9、 これ、なんと
先生とかのサイン入り、あ、編集長と並木先生の子見え、ま、見えますサイン入りはい、ここも6月6日になっております。はい、これ何かあったのかな、時空が、時空が歪んだこちら DVD ラスト、こちらです。来ました、並木先生の新しい本2冊もうセットで、セット、はい、はい、セットでいいんですよね、もうセットで1名様にプレゼントです、はい、両方ともサイン付きです。さあ日付は6月6日になってます。そう、これも6月6日、6月6日なんか意味があるんでしょうね、軸が歪んでます。はい、軸歪んでおります。ありがとうございました、はい、というわけでいつも、豪華なムーチューブ、次回は10月の4日でございます。またぜひご参加いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。